この動画は東芝デバイス&ストレージの提供でお送りします。こんにちは。今日はパワー半導体がどういうふうに作られているのかを見ていきたいと思います。こちらにあるように東芝デバイス&ストレージと加賀東芝エレクトロニクス株式会社の全面協力をいただいています。半導体といってもいろいろ種類があるわけですけども、まあよくあるのがロジック半導体と、そして今日見ていくパワー半導体です。ロジック半導体はパソコンやスマートフォンの中に使われている GPU や CPU のようなものです。聞いたことあるかと思いますけども、微細化によって性能を上げていく、まあ、そういったものになります。それ以外の性能としては、スケーリング速によってデバイスのサイズを小さくしていって消費電力を下げるとか、まあ、そういった見方もできます。一方でパワー半導体はどうかというと、演算はしません。その代わりに電力の制御をします。今後ろにですねパワー半導体があるんですけど、後で皆さんにしっかりとお見せします。身近なところですと、スマートフォンの充電器の中にパワー半導体が使われています。もっと大きいところですと、自動車であったり、あとは鉄道であったり、そういったところのモーターを制御するため、電流を制御するためにパワー半導体使われています。例えば電流で言うと、パワー半導体数アンペアから数キロアンペアまで流すことができます。電圧で言うと数十ボルトから数キロボルト、6.5キロボルトくらいまでの電圧、帯圧があります。そのロジック半導体とパワー半導体の決定的な違い、何かというと、デバイスの構造が全く違います。ロジック半導体はウェハー表面に作ったデバイスの表面に電流が流れます。ですけども、パワー半導体はウェハー上に作ったデバイスを貫通するように電流が流れます。つまり薄いウェハーをですね、貫通するように電流が流れるわけです。今日これから見ていくんですけども、クリーンルームの中に入って実際にパワー半導体がどういうふうに作られているのか、それ以外にもクリーンルームから出て研究開発部門に潜入して、どういうふうにパワー半導体を設計、開発しているのかというのも見ていきたいと思います。ちなみに今回東芝にはものづくり太郎さんと共同で取材に行きました。太郎さんのチャンネルでも動画を同時公開してます。ビジネス面から東芝のパワー半導体を紐解いているかと思います。ぜひ見てください。こういうわけで東芝デバイス&ストレージと加賀東芝エレクトロニクスに全面協力をいただいているわけです。今後東芝では現在建設中の300ミリウェハー製造棟を含めたパワー半導体への投資を積極的にやっていきます。パワー半導体の製造であったり、研究開発に興味のある学生さんであったり、転職希望者の方、概要欄の方にリンクありますので、ぜひ見てください。それでは実際にクリーンルームの中に入っていきたいと思います。クリーンスーツを着用してクリーンルームの中に入ってきました。かなり広いクリーンルームです。後ろの方見てみるとですね、ずらりと半導体の製造装置が並んでいます。ここは半導体製造のところでも特にウェハー上にデバイスを作っていく前工程の部分を担当しています。前工程の部分で出来上がったデバイスをですね、後工程といって組み立てていく、まあそういった工程もあるのですが、そこも加賀東芝の中でやっています。今回はですね、半導体を作るところの前工程の部分に着目して動画作れればと思います。今加賀東芝エレクトロニクスでは200ミリ、これ8インチですね、それと300ミリのウェハーを使ってパワー半導体を作っています。その中でも特にパワー半導体の MOSFET が生産のですね、かなりの部分を占めています。200ミリのウェハーだけではなくて300ミリのウェハーを使ったパワー半導体も製造しているというわけです。東芝のパワー MOSFET のラインナップで低帯圧と高帯圧のものがありますね。特に低帯圧のものは車載用でかなりの数が出ているそうです。私の今後ろにあるこの箱があるんですけども、この箱の中にウェハーが収まっています。この箱フープと言うんですけど、これがですね、少し面白いんですね、まあ、言ってみるとですね、第二のクリーンルーム、そんなイメージです。今一見がいるですね、ここのクリーンルーム、ダウンフローといって、この天井からですね、超綺麗な空気が流れていって、この下に穴ぼこありますけども、ここにですね、空気が流れていく、それと一緒にですね、この空気中に漂う微粒子も、これ半導体を作るときにゴミになるんですけども、その微粒子も一緒に下に吸い込んでいくという風になります。空気中を漂う微粒子が半導体の製造に悪影響を与えるので、半導体は基本的にこういったクリーンルームの中で作ります。ただこれだけ広いクリーンルーム全体をですね、どこにも微粒子がない状態を作るというのはかなり難しいことです。恐ろしくコストも高くなってしまいます。なので色々と工夫をして、こちらのですね、
フープの中だけの正常度を高くするということをやっています。つまりですね、このクリーンルーム全体の中にさらに局所的なクリーンルームを作ってしまうと、そういったことをやっているわけです。こういうふうにですね、製造にかかるコストを下げて価格的な競争力も上げていくという、わけですね。今いるところが加賀東芝の中で300ミリウェハーを使ってパワー半導体を作っているところになります。でこのですね、さらに奥の部分があるんですけども、その奥の部分では200ミリのウェハーを使ったパワー半導体を量産しています。今ここでですね、ウェハーが置いてある棚がですね、こういうふうにたくさん置いてあるわけなんですけども、そこの棚からですね、手作業でこのフープを取って半導体の製造装置に入れるというふうになっています。こういうふうに手作業でフープを運んでいるとですね、必ずミスが発生するので、そういったミスが発生しないような仕組みというのも採用しているとのことです。東芝デバイス&ストレージでは300ミリウェハーへの投資も積極的に行っており、現在その建屋も建設中です。ちなみに新しい建屋はですね、製造をさらに効率化するために天井をモノレールみたいに走る自動運搬装置というのも入るそうです。ここまでクリーンルーム内について大まかに説明をしてきました。次はパワー半導体がどのようにして作られるのかを工程を追って見ていきます。この図はパワー半導体の製造工程を簡単にまとめたものです。非常にわかりやすくできています。しかし実際にはここには見えていない工程もあります。例えば前工程では工程ごとにウェハーを洗浄や熱処理、またフォトレジストを塗ったり焼いたり剥がしたりします。このように数百にも及ぶ工程を通った後にようやくパワー半導体が出来上がるのです。こちらの装置がですね、この横にある装置、これがウェハーを洗浄するための装置になります。まあ、この中にですね、まあ、今ここにあるところにフープを置いて、そうするとウェハーが中に引き込まれていくと。で、そのウェハーの表面をですね、薬液をかけて洗浄する、そんな装置になります。ちょっとね、中をお見せすることはできないんですけども、あとイラストで説明できると思うので、大体どんなことをやっているのかなというふうなことはお分かりいただけるかと思います。ちなみにこの中で乾燥も一緒にしてしまいます。洗浄終わった後は、まあ、液体成長をやるんですけども、ちょっとそれは今回映せないということで次の工程に行きます。次は製膜の工程です。製膜の工程はですね、まあ、大体3つくらいあるんですけども、まず最初にですね、酸化膜を成長させる工程です。ここにですね、この炉があるんですけども、この炉の中にですね、ウェハーを入れて、で高温の中で、ウェハーの上に酸化膜を成長させていきます。で他にもですね、製膜の工程で CVD とか、あのメタルの工程とかあるんですけども、今日はそちら割愛させていただきます。次の工程にやってきました。レジスト塗布炉鋼現像です。この装置ですね、コーターディベロッパーって言うんですけども、表面にレジストをですね、コーティングするのと、あとディベロッパーですね、現像する装置になります。でこの中にですね、ウェハーをですね、先ほどフープがありましたが、入れて、でこの中に通ってくると。この中でですね、ウェハーが回転しているところに、レジストを上から垂らして、スピンでコートしていくというふうになります。で、その後ですね、ちょっと装置名は出さないんですけども、後ろの方にですね、露光する装置があります。そっちの方に移動して、でまた戻ってきて、こちらで現像をするというふうになります。これがですね、現像を終わった後にエッチングをする装置になります。ここにフープを置いてですね、中にウェハーが入っていくと。これドライエッチングの装置なんですけども、こちらにはですね、ガスの配管があります。このガスの配管を通って、この中にエッチングする用のガスを導入していきます。エッチングの装置もですね、いろいろ種類がありまして、シリコンをエッチングするものであったり、酸化膜をエッチングするものであったり、他にもメタルをですね、エッチングするものであったり、それぞれエッチングする対象によって装置も使い分けていますし、当然のことでガスも使い分けます。次はレジストの剥離です。レジストの剥離はですね、やり方、薬液を使うものか、それともガスを使ってレジストを剥離する、そういったやり方があります。アッシャーとかですね、なんかそんな呼び方をしたりするかなと、そんなところですね。次はイオンの打ち込みをしていきます。まあ、エッチングしてですね、レジストがちょうど何もないところが、あります。で、そこにですね、このイオンを打ち込んでいきます。で、イオン打ち込みは何でするかっていうとですね、半導体の N プラスとか P とか、そういった領域を作るために、
ウエハーにイオンを打ち込んでいきます。でこのですね、装置の中にイオン源と呼ばれるものがあります。リンとか酵素とか、そういったですね、元素ですね。そういった半導体にとっての不純物をイオン源として、でそれをイオンを加速させてですね、ウエハー上に打ち込んでいきます。これがイオン注入です。まあ、イオン打ち込みですね。でイオンを打ち込んだ後はですね、その後熱処理とかもいろいろやったりします。これまで見てきたものはパワー半導体を製造するための主要な工程です。実際にはこれらの工程を繰り返してウェハー上にパワー半導体デバイスを作っていきます。今回はかなり省略した工程になっていますが、工程ごとにウェハーを洗浄したり、熱処理、研磨したり、検索します。なので半導体の前工程だけで数百の工程を実施します。ここでクリーンルームから出て建設中のパワー半導体製造棟を見せてもらいました。今建物の屋上に来ましたが、こちらの後ろ側に見える工事現場ありますが、そちらが300ミリウェハーのパワー半導体を製造する拠点になります。絶賛工事中です。2024年に第1期の300ミリウェハー対応のパワー半導体製造の新棟が完成予定で、生産能力が 2.5 倍に増えるそうです。第1期の後に第2期も予定されていて、トータルで 3.5 倍程度の生産能力を増強予定になっています。やはりパワー半導体は産業応用の用途の他にも、もう一つ大きな需要として車載用のパワー半導体があります。そういった需要に応えるような一面もありますね。で余談になりますけども、石川県の特にこの加賀の地方ですね、雷が非常に多くて、雷が送電線に落ちると瞬間的な瞬停が起きて、それが半導体の製造を止めてしまう原因になります。なのであそこに今建てている建物の他にセットでですね、瞬停用の保証装置も入れるとのことです。今後従業員を積極的に採用していくことを見越して、でかい駐車場もすでに建設してありました。次はパワー半導体の設計について見ていきます。実際にですね、パワー半導体がどういうふうに作られているかっていうのをですね、ここ実際の開発の現場ですね、デバイスシミュレーションを回してるんですけど、ちょっと迷惑になるんで小声で話してます。でですね、ちょっと社員の方に協力してもらって、こんな感じでですね、スクリプトを書いたりであったりとか、あとはデバイスシミュレーションを回したりとか、そういったことをやっています。これまでクリーンルームでパワー半導体がどういうふうに使われるかというのを見てきましたけども、皆さんですね、実際にパワー半導体をどうやって設計するか気になるかと思います。では実際にどういうふうに作っているのかを、こちらのですね、デバイスシミュレーターを使って見ていきます。これが東芝で使っているデバイスシミュレーターですね。ちょっと詳細をお見せすることはできないんですけども、どんなことをやってるかっていう概要をつかんでもらえればと思います。こういうふうにですね、最初スクリプトって言って、プログラムみたいのを書いていきます。ここで例えばエピ成長の厚さであったり、あとは酸化するときの温度であったり、雰囲気の成分であったり、そういったものを設定します。この結果ですね、こういうふうなデバイスシミュレーターのところにいろいろパラメーターが出てきます。で、ここでシミュレーションのランボタンを押すとですね、こういうふうにシミュレーターが走るわけですけども、こんな感じでですね、これ今デバイスの 3D の断面が出ています。この色がですね、電解であったり、あとは電流の密度であったり、そういったものを示しています。先ほど見てもらった 3D のシミュレーション結果以外にもですね、こういうふうな 2D のですね、断面図の結果というのもわかるようになっています。ちょっと動画にするときはぼかしで見えないと思うんですけど、ここにちょうどですね、ゲートが、トレンチゲートが掘ってあるというふうになります。あとはこういうふうにデバイスの正特性ですね。そういったのもシミュレーションしてます。これは横軸がゲート電圧で、縦軸がドレインに流れる電流です。このデバイスシミュレーター上でかなりのパターンをシミュレーション上で回すんですけども、そういった作業をやります。ここの加賀東芝エレクトロニクスのですね、半導体工場ですと、量産ラインあるんですけども、その量産ラインにですね、こちらの試作したものをですね、製造するための枠を確保して流すということをやっていきます。先ほどから話していることですが、ここの加賀東芝ではパワー半導体の量産だけではなくて、パワー半導体の研究開発もやってます。ウェハーが出来上がった後に、当然ですがその特性をですね、試験します。でこれがですね、その試験装置ですね。この装置の中にウェハーを入れて、でそのプローバーっていうですね、針みたいのがあるんですけども、その針をですね、
裸のデバイスに針をピッて当てて試験する装置になります。では実際に試験してみます。ここのボタンを押すと試験が始まります。はい、まあ、ちょっと引きで撮ってもらってるんですけども、このディスプレイにですね、あのクローバーが映ってて、裸のデバイスもですね、ちょうど映るようになってます。小さくて見えないと思うんですけども、この針がですね、ピッピッピッって動いていって、一個ずつ作ったパワー半導体を試験しています。このような設計、製造、評価といった一連の流れを繰り返すことで、パワー半導体の研究と開発が行われています。この他にもウェハーのサンプル品であったり、ウェハー上に作ったデバイスの見本なんかも見せてもらいました。手前にあるのが、これ200ミリ、8インチのウェハーですね。で、こちらにあるちょっと大きめの円盤あるかと思いますが、ちょっとね、これ薄くてね、貼り付いちゃってるんですけど、こういうふうに、はい、持ちました。こんな感じ、かなり大きめのウェハーになってます。で、これ今ですね、表面には何もデバイス、まあ、回路を書いていない、まあ、ほとんど生に近いウェハーになります。薄いですね、検索した後のウェハーってのあって、これね、ものすごく薄くて超繊細なものなので、お、取れました。見えますか？この音聞こえるの。こういうふうにですね、この上に回路が書いてある状態でキラキラ光ってるっていうのが見えるかと思います。とマイクに近づけて音をね聞いてみてほしいんですけど、こんな感じのシリコンのウェハーから音が鳴るという、なかなかですね皆さんこの音聞いたことがないんじゃないかと思います。でこちらのですね金色のやつなんかは、このウェハーさらに薄くてですね、息で吹いていくと飛んでいきそうな勢いです。で、他にはですね、まあ、薄化したウェハーをですね、テープのところに貼り付けています。で、この後、ダイシングをしていきます。このライトをもらったんですけど、これをですね、薄化したウェハーに当ててみます。そうするとですね、ライト見えてるんですけど、はい。わかりますか？赤く光が透過していますね。このウェハーが非常に薄いっていうのもあるんですけども、シリコンウェハーのバンドギャップの関係でですね、まあ、赤外光に近い、まあ、赤い光だけが透過するという、そういった状況になってます。というわけで、東芝デバイス&ストレージのパワー半導体工場を見学でした。半導体自体はものすごく小さいのですが、それを作る装置の大きさであったり、半導体産業のスケールの大きさが伝わったのではないかと思います。普段使っているパワー半導体がこういう風にして作られているというのを見るのは非常に楽しかったです。概要欄に東芝デバイス&ストレージのパワー半導体のリンクをまとめています。パワー半導体に興味のある方、いろいろチェックしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか？概要欄にあるリンクから登録できます。LINE からメッセージを送ってもらえれば、その内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。